側聞いたしますところによると、どうやらこの東大全教頭 VS 三島由紀夫っていうのは、その配給会社であるギャガー、あるいは TBS 新潮社によって作られているらしい。そして私がこの映画を見に行くということは、図らずもその資金集めに協力するということになる。私はこのような政治的状況が好きじゃない。できればその資金の半分をいただいて、私のこの動画作りの制作費にもう続き込みたいと思っている。あともう一点、 TBS がこの映画の宣伝のために一気に YouTube 上に放映したその動画、5分割されているんです。その5分割されている東大全教頭 VS 三島由紀夫の宣伝動画のせいで、私のヤジが飛んでくるという動画は、まあ一定のニッチな層に共感を得ていますが、その動画がだいぶ下に下がっている。三島由紀夫スペース全教頭で検索して、そして下にスクロールしていくんだな。下にスクロールしていて、どうも胴長で短足で、そして鼻もそう高くない。ああ、これは日本人だなって思って、日本人が動画出してるんだなって思ったら、それてめえなんだな。